はい。お仕事でございます。えー、今回は、おしなむについて、おしなむ3ですよね。について、ちょっと、えー、ご報告じゃないですけど、えー、追加情報というかね。えーっとね、まずね、日にちがないです。<laughs> もう、えーと、今日、今日、え何 ?21?22?2 か。なんで、あと4日ほどしかないです。 ね、ないのに今頃何言うとんねんって感じですけどえっ、ー、と今からでも全然えー、ねエントリーの方大丈夫なんでまあ締め切りは前日かな <laughs> 前日までに、えー、何かしらの方法で行きますと、えー、宣言していただければ全然 OK だと思うんでね。 えー、ギリギリでもいいんで前の日にならんと僕わからないんですよっていう人でも全然 OK なんでねえー、連絡くださいえー、多少はね貸せるものも用意ありますもう極端なこと言うと服さえあればで服も貸せる部分あります黒パジャマあるんで北ベトナム軍なら AK も何兆かあると思うんでえー、お貸しできると思いますねっ まあ、急にね、10人とかで来られると無理ですけど、えー、3、4人ぐらいはいけるかな、と思うんで、えー、その辺も、えー、気兼ねなく、行っていただければと思います。あとね、えー、料金ですけど、普段の定例会は、モデルショップ KM さんの協力のもとにやってるんで、2000円なんですよね。でも、今回は貸し切りイベントってことで、ちょっと3000円でやらせてもらってます。えー ちょっとね、値段が違うんですけど、えー、ご理解のほどよろしくお願いします。あとね、物販で一応この T シャツをね、新しいパターンで、まあ、その、大きく変わんないですよ。こういう感じのね、おしなむ T シャツ、また作ってますんで、えー、ね、プリントした、やつ それ、もう一回紹介してもええかな。<laughs> まだね、そのプリントはどうやらできたみたいなんですけど、まだちょっとそれ受け取ってないんでね、それもまた物販しますんで、ちょっとサイズ等、ちょ,ちょっとひょっとしたら、えー、サイズとかがないとかなるかもしれないですけども、その場合、まあ、追加で言ってもらえれば、えー、作ったりもしますと思うんで、その辺もご気にがねなく、おっしゃってください。どうだよ、そのままやったっけな。 まあまああとね、天気ね。<laughs> 毎日変わってます。<laughs> まあ雨じゃない。雨や。今日見たらまた雨じゃない。こもうどういうことやねんみたいな。だからもう正直言うて、もう前の日か下手したら当日になるまで分かんないかもしれないです。なので、あまりね、前もってあの、例えば明日ぐらいになってね、また天気予報ですごい雨やっていう予報が出たとしても、ちょっと簡単には中止にはできないんで。 えー、あるかないかはねちょっとどうしても今決めてもらわんと困るとかやとまたれんあの個人的に連絡してもらえると助かりますけどまあ天気のことなんでねちょっとギリギリまで基本的にはなえー、っと開催は今のところできると思ってるんでえー、ねっ。 万が一できないっってなった時の連絡だけです、すなので天気予報を見てほんまにあんのかなーって心配になった人は、えー、直接連絡の方申し訳ないですけど、よろしくお願いしますってことでね。あと、まあエントリーができてるかどうか、ちょっと怪しいなと思ってる人は、えー、っと、今一度、確認のね、連絡とかしてもらったりもお願いしたいかな。多分その漏れてる人とかないと思うんですけどね。 えと名前が、えーとね、多分ね、まだ <laughs> カレンダーのエントリーの人のところに上がってない人とかいると思うんですよ。えー、その辺もまたちょっと追加でしたいと思うので、まああの、もう一回連絡いただけると、こっち側からもね、もう一回確認の連絡なども随時していくと思いますんで、そんなとこかな、まあ、おしなむに向けて、えー、また思いついたことがあったら、ちょいちょいこうやって動画で。 報告じゃないですけど、やると思います。よろしくお願いします。